皆さんこんにちは。めいちゃんカフェの時間がやってまいりました。今日ご紹介する商品はこちらになります。プラレルアドバンス E233K 湘南色です。こちらの E233K は京浜東北線の塗装のものは購入しましたが、この湘南色のですね E233K に個人的に非常に思い入れがありまして、今回購入いたしました。ただこちら残念な点がございます。東海道線の中で走っている車両を見ますと2階建てのグリーン車が併設されていますね。しかしですね、このセットには2階建てのグリーン車の編成が入っていないんですね。商品の型番なんですが AS18 というふうに書いてあるんですが、トミカ&プラレールカタログ2013年2014年のですね中身を見ますと AS18 の E233系 中央線というふうに記載があるんですね。この E233系 の中央線色が生産中止になって、こちらの E233系 湘南色、こちらが販売されたという形になっているんじゃないかなというふうに推測されます。まあですので、そういった意味では2階建ての車両を作るとなると、また新しい金型を作ったりですとか、まあそういった大変な手間がかかるので、おそらく採用されなかったんじゃないかなというふうに思いますね。まあとは言ってもやっぱりちょっと残念ではあります。和歌屋にあります E233系 京浜東北線と比べてみました。まあ当然ですがデザインはほぼ一緒ですね。こちらは側面になりますが、まあ、こちらもまあ当然ですけれどもデザインはほぼ一緒になります。京浜東北線の方にはこのしっかりですね、クーハ E233系 の1000番台の表記っていうのがちゃんとここに表示されてるんですが、こちらの湘南色の方がですね型式の標識がですねなくなってるんですね。ディティールがよくできているプラレルアドバンスとしてはちょっと残念だなというふうに思いました。 E233系 湘南色と E233系 京浜東北線を線の上に置いてみました。これから走らせてみたいと思います。出発。本日ご紹介いたしましたのはプラレールアドバンス E233系 湘南色でした。それではまた次回めいちゃんカフェでお会いいたしましょう。